いらっしゃいませー。で、またお前らかよ。すごい一瞬にして姿変えられるんですね。何しに来たんだよ。あ、こないだ盗んだ古代飲み返しに来たのか。いや、楽にもらいに来ました。おかしいだろ。盗んでおきながらまたもらいに来たってどんだけずうずうしいのよ。いや、あれ落ちてたんで。落ちてるものも店のもの。大吟醸さんの私物でしょ。あれ、酒の名前で呼ぶな。名前知らないんで。モグに名前なんかねえよ。店員名だよ。もう帰れ帰れ。お前らに渡す身なんてないんだよ。あるじゃないですか。違う。これは違う。私の目クソか鼻クソだ。いつも言い訳が汚いんだよな。え？あ、あれって、猫モヒカンカッコモヒカンなしバージョンにそっくりだけど。そうですね。もしかして、ドッペルゲンガー？人生で3回同じ顔の人間に会うと命を失うという。いや、同じような猫なんてゴロゴロいますから。そっか。あの、ここに古代のまた旅があると聞いてきたんですが、あ、ありますね。しかも落ちてる。もらってもいいってことだよね。ダメだよ。それは私らのだぞ。いや、私のだから。いや、でも僕どうしてもこれが必要で。こっちだって必要なんですよ。早く持って帰らないと車内で暴動が起きそうなんですよ。こないだうちから持って行ったのはどうしたんだよ。なんかにゃーちゃんに食べられちゃってて。誰だよにゃーちゃんって。あ、僕のお嫁さんです。何照れてんだよ。とにかくダメ。それは私のだから。誰にも渡さないから。じゃあ自分たちで取りに行くんで場所教えてください。教えないね。あのおばさんめっちゃケチくさくない？霊夢さん聞こえちゃいますよ。聞こえてんだよ。そうですか、困ったな。一応聞くけどあんたはなんで古代のまた旅が必要なの？実は今これを作ってて。お、すごい。何ですか？これ。古代兵器、レジェンドブンブンオメガです。なんでそんなもん作ってんだ？もう完成まではすぐそこまで来てるのですが、最後の部品で古代また旅が必要なことがわかりまして。こんなの完成させちゃっていいのか？兵器ですからね、よからぬことに使われたら大変ですよ。反対反対、帰れ帰れ。もうほぼ完成だったのですが、そういうことなら仕方ないですね。諦めます。じゃあその落ちてるのはもうオーラを。危ねえよ。え、どうしたの？ブンブン。獲物、発見排除、する。ちょっとブンブン。獲物ってうちらのことじゃないよね。いや、うちらじゃないです。暴走しました。暴走してなんでうちらが襲われないといけないんだよ。きっとまた旅を取り合ってたから。なんてこった。へっへーん、邪魔見ろ、古代兵器、あいつらをやっちまいな。いや、もしかしたらあの方たちだけじゃなくて、ここの店ごと壊れるかもしれません。ひー、おいお前ら、なんとしてでもあの古代兵器を止めろ。帰ろうか。猫も悲観。そうですね。帰るな、うちの店が壊れるじゃないか。まあ、別にいいかな。また旅飲み一個あげるから。また旅飲み一個か。うちには身を欲してる奴がたくさんいるんですよね。なんか弱みにつけ込んできやがった。大丈夫です皆さん、僕が操縦して制御させますか。お前何するんだよ。え、何？操縦席取られちゃいました。マジで何やってんだよ。てか誰だよあの犬。排除する。けっけっけっけ。このレジェンドブンブンオメガは俺様がいただいた。だからお前誰なんだよ。通りすがりの犬ですが。通りすがりの犬が古代兵器奪うな。おー、こいつはすげー。俺が操縦しなくても自分の意志で動く。それもうお前必要ないじゃん。ちょ、めちゃくちゃ強いですねあの古代兵器。うちもなかなか育った猫できたんだが全然歯が立たねー。俺こいつペットにしいいよ。そんな危険なものペットにするな。あ、白が。そしてうちの店が。うちの店壊れる。オメガ、やめるんだ。けっけっけっけ。こんな店ぶっ潰しちまえ。うちに何の恨みがあるんだよ。別にこの店に恨みはないが、会社もリストラされて完全に八つ当たりで草だと。霊夢さん、あまり刺激しない方が。この店をぶっ潰したら次はお前らだ。なんでうちの店が先なんだよ。おい、ちょっとなんか暴走を止める方法はないのか。好物で気を引くとか。それだ、ブンブンの好物は高級時計が好きです。却下。ちらつかせるだけでついてきますよ。ついてこられたら困るんだわ。でも今回はこいつがいる。よろしくお願いしましまパンツ。はい、ということで小雨コンケイさんの入団が決定いたしました。共にブンブンをやっつけましょう。さっきとなんらメンバー変わってなくないです。ラーメン堂を猫モヒカンに変えてみた。だがここのキーマンは猫ドラマンサーだ。いかにブンブンの動きを止められるかにかかっている。とにかくここでなるべく猫ドラマンサーを量産していく。力で勝てないなら数で勝つしかない。なんとかしてー。店員さん、高級時計用意して。無理に決まってんだろ。こんな店に金なんかねえよ。あるのはまた旅飲みだけだよ。この中でまた旅飲みを食べて進化するやつはいませんか。いないですね。食べてみたらなんとかなんないか。うちのニャーちゃんは食べても変わらず可愛いニャーちゃんでした。のろけやめろ。よし、猫ドラマンサーもそこそこ溜まったか。これだけいたらブンブンの動きも封じられるだろ。いっけー、壊せ壊せ、全部壊しちまえ。主人のまた旅のみを奪う者は許さない。オメガ。いいぞいいぞ、猫ドラマンサーで動きを封じられてる。霊夢さん、これはいけるかもしれませんよ。おい、何止まってんだよ。動け、動いてよ。あれ、ボーパイロット用意した。いや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 、気づいたらあの大量にいた猫ドラマンサーがいない。どこに溶けた。いいぞいいぞ、全部ぶっ潰せ。めっもうやめて。古代兵器はそんなことのために作ったんじゃないのに。ダメだ、まるで歯が立たない。動きを封じられない。猫ドラマンサーのレベルが足りないのか。
勝てない、全然勝てないよ。私の店を守ってくれー。あいつあれしか言わないじゃん。高級時計、高級時計があれば。高級時計があったらついてきちゃいますよ。マグマとかに誘導すればワンチャン。やめろ、燃えちまうだろうが。あー、なんですかレイムさん。あったわ、高級時計。鳩時計じゃないですか。高級な4分遅れた鳩時計なんだよ。そういえばさっきなんか鳩鳴いてるなと思ってたんですよ。それまだ持ち歩いてたのかよ。だって時間を確認するのにちょうどいいんですよ。時間を確認するのにちょうどよくはねえよ。もっと持ち歩きやすい時計いっぱいあるわ。腹時計とか。そうだね、持ち歩くてまだ省けていいね。やめて、人のボケを適当にあしらわないで。そんなことより結構まずいですって。私のボケを適当にあしらわれたメンタルの方がヤバいです。いや、私の店が潰されそうな方がヤバいね。それよりも古代兵器が暴走してる方がヤバいですよ。もう何もかもヤバい。助けてー、鳩時計ー。は、鳩時計がってなるわけないだろ。自作自演やめてくださいよ。勝てない。何回も戦ってくれてるあの犬にも感謝ですね。なんで何回も戦ってくれてるんでしょうね。ということで今回はニャンコンボで研究力台をつけてきました。これでネコードラマンサーを素早く大量に生産できる。一歩も動けない。脳死でポチポチ編成が出来上がりましたよ。まだだ、ぶっ壊せ。オメガ、もうこんなことはやめるんだ。ご主人、どうした、動け動けよ。頼むからもうやめてくれよ。やめる。ご主人の声が届いてるのか。全く動かなくなったぞ。俺は何を。はい、全然動かないじゃないか。このポンコツが。ポンコツはどっちだよ。会社でリストラにあったからってこんなことしやがって。リストラにあったのだってお前に原因があったんじゃないのか。違うはず。俺もう動かない。おい、何言ってんだ。おい、これどうしたらいい。俺はもう修復不可能。ひと思いにやってくれ。またいつ暴走するかわからない。オメガ、ごめんごめんな。おい、せめて俺を下ろしてくれ。お前は道連れだ。ちょ、なんだこれ、離れられない。オメガから振り落とされないための装置です。普段は落ちないために使うのですが、今回はあなたを道連れにするためにオメガが起動したのでしょう。ちょ、解除しろよ。すごい、さっきまですごい勢いだったのに。ご主人の声が届いて。いや、ネコードラマンサーのおかげだからね。わー、何の音？まずいです。古代兵器が爆発しようとしています。うちの店がー。ちょ、下ろして。私を作ってくれてありがとう。ちょっと、どこ行くの？おい、どこ行くんだっての？やった、店は守られた。オメガ、ちゃんと作ってあげられなくてごめんな。あの、よかったらこれをお詫びに差し上げます。これは？新レジェンドブンブンです。まさか、これも暴走したり。いえ、これは完成品なので大丈夫です。僕が持ってるより、あなた方の方が、うまく使えそうなので。よろしくね。そういうことならありがたくいただいちゃおうか。レジェンドブンブンが、仲間になった。